ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、名前が思い出せないんだけど、なんか、ラブ注入する芸能人いなかった？芸能界でラブ注入、といえば、楽しんごさん以外いないだろうな。あ、そうそう、楽しんごさんだ。ずいぶん前からテレビに出なくなったわよね。なんだか残念だわ。可愛らしくて好きだったんだけどな。なるほど、霊夢は楽しんごさんの裏の顔を知らないようだな。裏の顔？いつもにこやかでほがらかで、ラブを注入してくれる、優しい人じゃないの？今回は楽しんごさんの表の顔しか知らない霊夢のために、性格が悪すぎる楽しんごオワコン化の真相について解説していくぜ。ちょっと怖いけど、興味をそそられるわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。楽しんごさんはもともと、俳優として有名になることを目標として活動を開始していたんだが、うまくいかずに焦っていた時に、オリエンタルラジオの武勇伝を見て、お笑い芸人へ転身することを決意する。2006年には人気お笑い番組エンタの神様で一躍有名になり、2009年には CD デビューやドラマ出演も果たすなど、芸能界で人気を博していったんだ。エンタの神様、懐かしいわ。一時はすごい人気だったよね。しかし、その後は数々の事件を起こし、業界から干されることとなってしまう。数々の事件？何があったの？楽しんごさんが干された大きな要因として挙げられるのが、暴行による不祥事だ。え、暴行？予想外だわ。2013年に自宅マンションで、当日付き人だった男性の顔や腹を複数回殴り、全治1週間の怪我をさせてしまったんだ。うわぁ、完全にアウトじゃん。付き人の男性と楽しんごさんは飲み屋で偶然出会って意気投合し、当時、整体店や焼肉店をプロデュースしていた楽しんごさんから、仕事を手伝ってほしいと依頼されたことがきっかけで一緒に働くことになったんだ。うんうん。ところが、仕事は楽しんごさんの部屋の掃除洗濯や運転など、まるで付き人のようなことばかりで、5ヶ月の間給料の支払いはなかった。加えて、次第に暴行を受けるようになり、体を叩かれるのは日常茶飯事で、人前で6リットルもの水を一気飲みさせられたこともあったそうだ。何それ、ただのサイコパスじゃない？しかも、この付き人の男性とは交際関係にあったというから驚きだぜ。付き合っているならなおさら、大切な人なんじゃないの？仕事のことで口論にでもなったのかな？後に、謝罪会見を開いた楽しんごさんは、冒頭で、お騒がせしてしまって申し訳ございません、と、素直に謝罪したが、その後はお姉特有の言動で、記者たちを困惑の渦へ落とし入れたんだ。もうなんなの？怖いわ。ことの発端を記者から問われた際に、普段からじゃれ合うような仲だったので、その延長線だと思っていたんですけど、僕も性別は男性なので、ちょっと強かったのかもしれない、と、弱々しく拳を振り上げながら上目遣いで弁明したそうだぜ。じゃれ合いの延長で全治1週間の怪我にはならないわよ。そして付き人の男性は恋人？という問いに対して、僕はそう思ってます。すごく大切な人。生まれて男性に初めて告白されたんです、と語り始め、相手の男性も、多分元通りになりたいと思っているから謝罪したい、と、カメラを通じて復縁を猛アピールしたんだ。一度感情に火がついたら、なかなか抑えられないのかな。大切なら、もっと仲良くすればいいのに。実は、楽しんごさんが起こした暴行事件はこれだけではない。え？まだあるの？楽しんごさんは以前、ミント兄弟として共に活動をしていた。杉原美里さんの友人を拉致暴行し、全治2週間の怪我を負わせ、このことで、杉原さんから絶縁されているんだ。いや、もうドン引きだわ、ただのヤバいやつね。被害に遭った友人は1年間もの間、PTSD に悩まされ通院を続けたとも明かされている。一体なんでそんなことになったのかはわからないけど、とにかく距離を置くべき人間だということだけは確かだわ。楽しんごさんは以前出演した番組で、歌舞伎町で7人に絡まれたがボコボコにした、と自慢げに話していたこともあったそうで、ゴリゴリの武闘派だということを、隠さなくなってきているんだぜ。開き直りってやつ？こうなったらもう誰にも止められないわね。何せ、身長186センチの大男だからな。え、ちょっと待ってよ、楽しんごさんってそんなに大きいの？確かに物理的にも止めるのは難しそう。これだけ大きな問題を立て続けに起こしてしまったら、芸能界から干されるのも当然だわ。続いて、楽しんごさんのツイッターでの暴れっぷりを紹介するぜ。ツイッターでも暴れてるのね。不意に今から全てが壊れるとツイートし、
その次の日には、そして俺は伝説になると音声付きで呟いたんだ。ええー、何を壊そうとしてるのか不安になるわ。伝説になるのは自由だけど、これまでみたいに人を傷つけるのだけはやめてほしいわ。突然の意味深な予告に、霊夢と同じように恐怖に怯える人が続出したんだ。具体的に何が壊れるのか、結局明らかにはならなかったが、ネット上では、楽しんごさんが今まで積み上げてきた自身のイメージを壊して、新たな楽しんごとして再び有名になろうとしたのではないか、という憶測が飛び交っている。それならいいんだけど、ぜひとも武闘派のイメージをぶち壊してほしいものだわ。霊夢、残念だが武闘派のイメージを壊す気はないようだぜ。2022年には真ん中に挟まれるの本当苦手、逃げたくなる。隣の人に頭突きしようかなと、荒々しいツイートを披露。ひえー、本当にありそうだから怖いのよ。2023年には何こいつ、どかしてやったわといったメッセージとともに短い動画を投稿。どかしてやったわって、どんな内容の動画なの？公共交通機関の車内と思われる場所で、目の前に大きく足を開いて座っている乗客に対して、楽しんごさんが無言のまま足を数回蹴ってどかす、といった内容の動画だ。本当にどかしちゃったのね。無言のままってのがめちゃくちゃ怖いわ。この動画に対しては、どっちもどっちだよ。不用意に相手を怒らせる必要はない。まず注意が先だし、相手によっては周りを巻き込むトラブルに発展します。などといった冷静なコメントもあれば、楽しんご、何かと強気で好きだわ、むっちゃ最高、やったれやったれ、と、楽しんごさんを擁護するようなコメントも相次いだんだ。確かに、このお客さんも一人で占領するみたいに足を広げちゃってるからね。それにしてもいきなり無言で足をどかすっていうのはあまりにもぶっ飛んでるわ。この他にも挑発的なツイートがまだまだあるんだぜ。ええー、芸能界から干されちゃってるのに、これ以上嫌われちゃったら大変なんじゃない？というか、楽しんごさんって今何をしてるの？いい質問だな。ちょうどその話をしようと思っていたところだ。現在楽しんごさんは整体師としての腕を磨き、以前から経営していたサロンを順調に成長させているんだぜ。ええー、そうなの？意外な才能があったのね。しかも日本一予約の取れない整体師として名を馳せ、プライベートサロンの予約が3ヶ月先まで埋まっていることも珍しくないらしい。凄まじい人気だわ。楽しんごさんは高校時代に整骨院でアルバイトをしていたこともあって、これまでかなりの量の経験を積んできており、整体関係の様々な資格も有している。さらに、タイでマッサージを学んでいるため、タイ古式マッサージの技法を取り入れた、オリジナルの施術が人気だそうだ。60分コース3万3000円、90分コース5万5000円、180分コース10万円と、かなり強気な価格設定なんだが、悪い評判などはほとんどなく、それだけお客さんが来るということは相当満足度の高い施術なんだろうな。確かに、整体にしてはかなり高めの料金設定だけど、それに見合うだけの技術を持ち合わせているんだね。また、僕はお客のコリが 100% 取れないうちは返さないので、時間に縛られてまだコリが残っているのに終えるのは僕も手術家として嫌なんです。と、整体師としてお客さんに満足してもらいたいという本気度が伝わるコメントを残しているぜ。急にいい人じゃん。最初のエピソードとの差が大きすぎて、別人かと思っちゃうわ。しかも、整体師としては相当な年収があるようで、高級車の運転席に座っている写真をツイッターにアップしていたこともあるぜ。ほんとだ、何この車、高そう。車種はブガッティベイロンという約2億円の超高級車だ。2億円？富豪じゃん。ただ、この車を駐車している場所が、障害者用の駐車スペースだったため、後に炎上してしまったようだ。そういうところよ。自由というか、無鉄砲というか、敵も味方も多い印象だが、本人はそれを全く気にしてなさそうに見えるよな。うん、絶対気にしてないわ。そういうところはちょっと羨ましいかも。一方で、2019年には台風15号で被害を受けた千葉県多古町を訪れ、今回被災された千葉県の方々を少しでも癒し勇気づけたいということで、ボランティアでマッサージを行っていたことが話題になっているし、その他にも東日本大震災や熊本地震の時にも現地まで駆けつけて、被災者のマッサージをしていたみたいなんだ。そうなんだ、ちゃんと優しいところもあるのね。楽しんごさんにも辛く苦しい思いをした時期があったからこそ、困っている人に共感して寄り添いたいと思う気持ちも残っているのかもしれないな。え、そうなの？中学校時代に壮絶な嫌がらせを受けて、とても苦しんでいたことを明かしているし、
今でこそ大成功を収めているマッサージ業も、やはり人気が出るまでには時間がかかったみたいだぜ。テレビから姿を消した直後は稼いだお金がすぐに底をつき、一時は所持金が580円だったこともあったそうで、これはもうダメだと睡眠薬を飲んで自ら命を絶とうとしたこともあったそうだ。事件のことで世間からの批判もあっただろうし、仕事もなくて、お金も尽きて、精神的にも相当追い詰められてたのね。そうだな。しかし、ボロボロになった自分に親が涙するのを見て、僕まだ頑張らなくちゃいけないと、思いとどまったことが、再起のきっかけになったんだぜ。そうなのね。いろいろあったけど、踏ん張ってくれてよかったわね。経営しているサロンは現在も人気を維持しているし、もう心配はなさそうだけどな。よかったわ。実際にボランティア活動を通して人助けもしているんだし、これからもどんどん優しい部分を見せてほしいわね。以上、性格が悪すぎる楽しんごオワコン家の真相を紹介したぜ。せっかく整体師としての素晴らしい才能があるのに、こうも素行が悪いともったいないなぁと思っちゃったけど、いいところもあるみたいだからちょっとだけ安心したわ。良くも悪くも自分の気持ちに正直で我慢しないという人柄がよくわかるよな。楽しんごさんはこれからも整体師を続けていくつもりでいるが、芸人としてテレビに返り咲くという目標も持っているみたいなんだ。テレビに戻りたい気持ちはあるんだ。それならやっぱりそこに気をつけることが大事よね。魅力的な人柄なのは確かだから、もう一度テレビに出ているところを見てみたい気もするな。生まれ変わった楽しんごさんに期待ね。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。